あとは木のマナストーンだけだな。まずは国王陛下がおっしゃっていたランプバナの森を目指すぞ。もうすぐ精霊が全員揃うのよ。お母様より先にマナの剣を手に入れて認めてもらうんだから。この植物は月夜草ね。私の力で何とかできそうですよ。弱すぎて暴れ足りない。この森の花は夜になると赤く光るんでち。赤い花をたどればディオールにたどり着くんでち。出てきたですね。
拒否。シャルロット、シャルロットではないか。あんた、誰？そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。あんたさんが妖精王でちか。しかしなぜシャルロットがこんなところに。光の司祭殿の身に何かが起こったのか。あの司祭殿がシャルロットがこんなところまで来るのを許すとは思えないが。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。なんと
お前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒れられたそうです。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシェーラがあの世で導いているのかもしれん。パパとママが？そうだよ、シャルロット。リロイとシェーラはずっとそのことで悲しんでいた。エルフと人間の恋は禁断の恋。互いに命を縮めるため、わしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが、リロイとシェーラは命よりも大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見て、わしは説得を諦めたのじゃ。それからしばらくしてリロイもシェーラもシャルロットが生まれるとすぐに他界した。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった。自分を責め、償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないよう、このディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。しばらくそっとしておいてやろう。司祭殿の不治の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。やはりマナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。妖精王、フェアリーと我々は聖域への扉を開くため各地の精霊たちを探しています。木のマナストーンの近くへはどう行けばいいですか？ランプバナの森の北西にマナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。シャルロット、かっちょ悪いでち、おじいちゃんやヒースに笑われちゃいまち。マナの剣早く見つけてヒースやおじいちゃんを助けなきゃいけないんだよね。シャルロット、それまでもう泣かないよ。さあ早く精霊を見つけに行こう。シャルロットはもう平気だよ。妖精王のおじいちゃんもいろいろありがとう。シャルロット、大きくなったな。頑張るんだよ。
いらっしゃいませ。さあどんどん見てってね。買っておいて損はない。気にしたぜ。買っておいて損はない。いい買い物したわ。大事にするわね。いい仕事してるでち。ワクワクでち。また来てください。いらっしゃいませ。さあどんどん見てってね。いい買い物したわ。いい仕事してるでち。どんどん見てってね。なかなかの品だな。気に入ったぜ。また来てください。シャルロットにもいろいろあったんだな。さあマナの女神像のところへ向かおうぜ。もう邪魔ね。こっちは急いでおくれ。珍しい植物ね。でもとってもいい香り。この辺りなのね。分かった。やってみるね。これでいいわね。お土産にこのお花一輪いただいていっていいかしら。とてもいい香りなんですもの。気に入っちゃった。敵を気をつけて。見えたか。喜んでないで先を急ぐぞ。すぐにやるぜ。どうぞ。
そんなのか行きましょうか。ドリャッダーケフォース、また強くなったぜ。行くぜ！
あんた木の精霊だろ。マナの力を一番秘めているはずじゃないか。現にほら、あんな化け物に長年飲み込まれてたっていうのにピンピンしているじゃないか。そうでしょうか。一緒に行きましょう。私たちにはあなたが必要なのよ。こんな惨めな私に皆さんありがとうございます。私にできることは何でもさせていただきます。ついに八精霊が揃ったな。早速ブースカブーで忘却の島に渡りましょう。マナが減り続けてるからもう時間があまりないよ。これが最後のチャンスかも。忘却の島には何が？忘却の島は各地のマナストーンのエネルギー流が一箇所で交わるマナエネルギーの中心地。昔マナストーンをコントロールする古代魔法が封印された時、あの島のことも人々の記憶から忘れ去られてしまったの。でも今でも中心地であることに変わりはない。私が聖域から最後の力を振り絞って最初にこっちの世界に出現したのもあの島の上空だったの。よし、急ごう。
すぐに叩き切ってやるぜ。敵撃、気をつけるですよ。一旦引くぞ。俺一人で十分だ。ホーリーボール。